じゃあ、シスターがトークテーマくれよ。どうしよっかな。じゃあ、二人で、一緒に、食べに行きたいものは何ですか？食べに行きたいもの。食べに行きたいものは、なんだろう。僕は、オムライスか、わぁ、か、ホルモン。ホルモン？ホルモン。ホルモン全然食べたことないです、今まで。体の中全然食べたことないんでしょ？ないです、内臓？そう、どこが一番好きかさ、1から10までさ、はい、頭の方からさ、お尻の方までホルモン一個一個お前に食べさせてやるからさ、どの部位が一番好きかさ、はい。わかるじゃん、そしたら。はい、なんだか生々しいですね。いいでしょ、これ。どこの、内臓のどこが好きかさ、自分でわかるようになるんだよ。わ、なんか科学のお勉強みたいですね。でしょ？はい。僕の感じでお前はね、多分ね、マルチョウが好き。マルチョウ。マルチョウ？マルチョウはね、お前とちょっと似てる。マルチョウはチョマに似てるんですか？ちょっと似てるよね、シスター。プルプルのさ、やつ。うん。プルプルの。プルプルのやつ？あー、でもなんか可愛いから確かに。そう、似てるでしょ、マルチョウ。可愛い。チョマを調べます。プニプニプニでね。似てるよね。白い毛は。可愛い。クレア先輩もこれにチョマが似てるって今おっしゃったんですか？でもあの、ホルモンの中で一番可愛いからってことじゃない？五感が似てるとかではないですよね。でも、うん、じゃない。食べようとかではないからね、大丈夫。食べようとは言ってないけど、似てるホルモンだから白いし、プルプルじゃん。はい。そうだから、お前は多分マルチョが好きだと思うよ。デヴィ先輩からしたらさながら共食いということですよね。いや、別にそこまで、そこの雰囲気、雰囲気。あ、雰囲気。あ、なるほど、なるほど。そっくりじゃない。雰囲気似てるねってぐらい。なるほど、なるほど。そう、だから好きだと思う、お前は。ああ。じゃあ、トークテーマあげる。ありがとう。トークテーマ。はい。最近あった、人を憎んだこと。憎んだこと憎んだことですか？うん、正直聞きながら一応酒飲もう。から何かありましたか？憎む？憎むっていうほどではなくてうまくいかなかったことなんですけど。あるのかよ。あの、コンビニエンスストアってあるじゃないですか。うんうん。そこで、あの、レジ袋くださいって言ったんですけど、うんうん。伝わらなくて、うんうん。あの、買ったもの全部一生懸命持って、なんかピサのシャトーみたいになって、お家帰った時に、コミュニケーションってうまくいかないなと思って、誰を恨んだわけではないですが。そういうことがありました。大変だったね。はい。あ、そうです、そうです。ちょっとグイグイ系に来てみてよ。あ、グイグイ系。あ、はい。せーの。よー、デヴィ先輩、ね、元気してます？あ、元気してるよ。うん、うん。お酒入ってる？お酒入ってるよ。ビミですか？ビミだよ。先輩も限界です。何もグイグイじゃないよ、お前。もっとグイグイしてグイグイ。もうグイグイ難しいです。いや、その時お前ギャオを心に宿さないと。あ、ギャオを心に。うん。イエーイ、デヴィ先輩。6周年って結構